ファンバステン、ここまでロング攻撃。アウェーでは非常に4引き分け、今シーズン好調です、ラツィオ。6位です。で、まあ、ミランの方が今、力が上回っているということで。ファンバステン。まあ、それに対して、はい、センタリング、キーパー取った。まあ、ラツィオもね、アタッカーは一流選手が揃ってるんですね。はい。で、問題は、ミランの勢いがすごいなというふうに選手はここまで優位に試合を進めていますが、ボールが行きました。これはファンバステンだ。センターリングにパンチング、さあクリアできるか、シュート。フィオーリチャレンジするんですね、はい、ただこのちょっとタイミングが狂ってるんで、ファンバステン無敗できています。はい、長い縦パス、さあファンバステンがいる。しかし圧倒的にファンバステン振り向きざま、キーパーが押そう、フリップまで来ている、ヘッドにはボールが行きません。得点は2対1でミランがリードしています。ファンバステン思いますね、やはりライカルトっていうのはなかなか外せない。しかもフリットがいい状態、出場のチャンス掴むのは大変だと思いますね。ですからミランの攻撃、ここからは速い、長い縦パス、さあ走ります、ファンバステン、ファンバステンが抜けた。やっぱ速いですね、速いですね。もう最後腰にしがみつきましたね。ラグビーのタックルファンバステン対フィオーリです。ゆっくりと決めました、冷静に決めていますファンバステン。これでミランが3、これもキーパーのタイミングは、アルベルティーニ、最後はあーっとまた、これもミランのホームスタディオ、ジュゼッペ・メアッツァ、ね、ファンバステン、はい、イラチオです。後半が始まります。前半はミランが3点、ラチオが1点。しかし後半ちょっと中途半端なボールでした。ファンバステン右サイド、センターリングアウト、捕まえることはできなくなってますから、はい、やはりディフェンスラインの選手が、右サイド、ミランも前半のように前じゃなくてやや下げていますね、はい、後半ラツィオは気合が入ってますね、非常に積極的ですね、スルー、もう一度ファンバステン、2人がかり、これだけ壁ができました。カーブをかけて、これは左外れています。マネージから長いパスが、これはファンバステン完全に抱きつきました、そして引っ掛けました。ファンバステンも入れ替わっていますからね、はい、ここもよ、これも退場もんですよ。そうですね、全く同じですね、そのフリーペナルティーキック、左サイド決めています。落ち着いて決めました、そして右手を上げました。スマールですよね、これはゾーンプレスじゃなくてですね、はい、が生きてないんじゃなくて、昨シーズンもより積極的にゲームをするほどしつこく文句言わなかったですからね、はい、どう押しているか、はい、動き始めが遅くなっているかだと思いますね。パパワンツーです。ファンバステン、ここでスローダウンしました。この守備をもう一度きちっとやろうとするんでしょうね。なるほど。そして後半フリットが PK で点を取った後、チャンスらしいチャンスはミランまだ作れていませんね。ファンバステンが取った後ですね、はい、マッサーロ、さあここはどう攻めますか、はい、マッサーロがキープしています。ファンバステンにボールが行きました、後ろから来た、左足、ファンバステン、さあレッティー、確かにそうなんですよね。
ッサール、いやファンバステ、一度マッサールに戻します。そしてファンバステ、まあ、この時間帯になって1点なら心配。今日はしかしこのフゼールの頑張りは光りますよ。